21日、22日もご承知のように、私たちの翁長雄志県知事が国連で歴史的な演説をさせていただきました。本日はこの報告をさせていただきたいと思います。司会の方からですね、まず皆様方にお配りをしておりますプログラムのご紹介をさせていただきたいと思います。まず1枚目はプログラムになっております。これに基づいて進めさせていただきます。そして、次の冊子がこの国連人権理事会における今回の発言、一つは翁長知事の2分間の口頭声明、そして2つ目がこの翁長知事に対する日本政府の反論声明を載せてございます。そして、3つ目がその日本政府に対してさらなる反論を島ぐるみ会議として、この会議のスタッフでございます、徳森里真さんの反論を載せておりますので、どうぞご参照いただきたいと思います。そして次のページがアンケート用紙になっておりますが、最後にですね、どうぞアンケートを書いて、お声を寄せていただきたいと思います。で、申し訳ないです。一番最後の紙になりますけれども、国連理事会でサイドイベントとしてシンポジウムを開催いたしました。シンポジウム、沖縄における米軍基地と人権侵害ということで、知事を中心に、本日お越しいただきました吉川秀樹先生、あるいは本日のフロアから、琉球新報、そして沖縄タイムズからも発言をいただきましたので、後半いただきたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。国連の島ぐるみ会議部会長の島袋寿樹先生に、マイクを引き継ぎたいと思います。よろしくお願いいたします。ありますので、時間を守りながら、きちっと時間通りに進めていきたいと思います。まずですね、私の方から2番目の国連活動の経緯と趣旨ということでご説明させていただきます。島ぐるみ会議は2014年の7月に発足しましたが、その前からですね、発起人の方をですね、お願いし、で発起人の方100名、集まっていただき、いろんなことを議論しました。この島ぐるみはどういう組織で、何を理念に、どういう活動をするのか、かなり激論をしました。時間、かけてですね、3回、4回と続けてやりました。その中で出てきたのがですね、世界に通じる普遍的な価値、普遍的な論理、それで全世界に訴えていく、全世界と連帯していく、それをですね、強くその求められました。ですから発足時からですね、これが島ぐるみ会議の共通の理念として皆さんの共通理解があるということです。そしてですね、最も重要な普遍的な価値何なのかというと人権ですね。そしてですね、世界に通じるというのは国際的に通じている人権の考え方、特に沖縄の人権に関しては国連の中ね、さまざまな勧告がなされています。そういった成果もですね、全面的に活用する形で、人権を守るという、人権によって国家の権力を統制していくという、立憲主義、あるいは国際立憲主義、それに基づいて、活動していくという方針をですね、発起人会議の方からですね、どんどん提起され、それが具体的に、活動の指針として、埋め込まれていったということです。で、特に重要なのは、結成主旨文、アピール文ですね。その中に、さまざまな国連の人権規範、あるいはこれまでの勧告を活用した形で、すると結成の主旨文は、作らせていただきました。その中に、自己決定権という言葉自体は入っていないんですが、その意味合いをですね、内容を含むことを、きちんと入れ込んで、そしてこれもですね、一時一区発起人会議の中で議論し、すべての皆さんに了解をいただいて、ですね、結成主旨文とさせていただきました。ですから最初から島ぐるみ会議はこのような人権、国際的に通じる普遍的な価値、普遍的な論理で、全世界に訴えていくということを重要な
柱にしているということです。でですね、具体的な取り組みは2014年の12月頃からですね、国連に対する取り組みを開始しましょうということで、国連部会を結成しました。その中でですね、今中心になっている方々ですね、リマさんですとか安倍さんですとか、そういった方々が入ってきてくださり、それで実際に動くようになってきました。そしてですね、実際に、始発といいますか、出発点は東京においてですね、反差別国際運動という、世界的な運動をしている団体があるんですが、この東京代表、日本代表であります武者工事院で先生、そしてですね、ジュネーブ在住院の小松さんという方とお会いしてですね、具体的な方針を決めてきました。でこれは第一に、これまでの国連の沖縄に関する日本政府への勧告、報告、さまざまな市民団体が出した人権の報告書、そういったものを基本的に活用する形で、継承する形で、普遍的な価値である人権ということを取り込んで訴えていこうということが大事です。それから、その時ですね、なんと平良聡子さんの知り合い、お友達だって言ったこということで、特別報告者の方の、ビクトリアさんの名前が出ました。こういう制度があるということを実質言って私の方も知らなかったんですが、直ちにですね、特別報告者の招聘を行うということになりました。それで実際私が3月にですね、カンボジアまで出かけて行き、3月のアジア会出席はこのビクトリアさんに会うための旅だったわけです。もう一つがですね、沖縄代表団のジュネーブ訪問、これはこの時ではですね、明白に一致という形ではなかったんですね。沖縄の代表団が行くということで、特に武者工事先生から言われたのは、まあ高等弁務官やったらいいんじゃないかと、でできれば知事がいいよねぐらいの話でした。ですから、沖縄の代表団をどうにか9月のに一つ人権理事会が開催されると分かっていましたので、ここに沖縄の代表団を代表を派遣できたらいいなというぐらいの話をしていた状況です。それからですね、次第にですね、やはり沖縄代表、一番ふさわしい人物はもちろん知事ではないかということで、これは1月、2月、3月ぐらいかな、開かれた総会の時も、沖縄の代表を国連にお招きしたい、一緒に、行きたいということで報告しました。最初はですね、できれば知事ぐらいで、もしかしたら夢かなという感じだったんですが、はい。それをですね、具体的に、ずっと進めていったということです。それからですね、もう一つは重要な柱は人権理事会というものは、世界各国一つ一つの国をですね、人権どういう状況になっているのかということを お互いに調べてですね、理事国がそして意見を言い合うという場です。今年はですね、なんとアメリカが新世界ショックだったんですよね。理事会の各国がアメリカの人権状況を、自分たちで調べて、そして意見をする。で特にこの意見を言う報告書をまとめるのが5月で、それで意見を聴取している段階、調べている段階で4月というのが分かりましたので、我々はこれはアメリカの当事者である、アメリカの人権侵害でもあるということでですね、4月に、リマさんと私でですね、国連のジュネーブに行きまして、各国の国連代表部、これは大体各国の外務省の職員が張り付いているんですが、そこに行ってですね、さまざまな情報を提供し、そして、アメリカの人権侵害状況について、お伝えしました。特に人権の侵害状況の4本の柱を立てました。自己決定権、それから環境権、それから表現、行動の自由、それから女性の権利の侵害、この4つの権利についてアメリカの人権侵害の状況ということでお伝えしました。それでですね、9月を今回は山場にして、これまでの取り組みは行ってきたということで、この9月の国連での活動が終わりましたので、それで今回はとりあえず一段落したということで報告をさせていただくということになったわけです。ですね、その後、あとですね、その4月のロビーングに対して5月には記者会見を行い、各国でですね、実際に意見書としてどういうまとめ方がされてきたのかということをお伝えしましたし、
それから8月には実際に特別報告者であるビクトリアさんが沖縄に来ていただいて、そして辺野古の海、大浦湾に実際にですね、船上の船の上でですね、湾に出てくださいました。実際につぶさに観察してもらったということです。今回はですね、非公式訪問で我々がシンポジウムということでお招きしたんですが、次はですね、公式訪問ということで、公式訪問になると、特別報告者には報告書を作成する義務が発生します。国連の総会あるいは人権理事会にですね、提出する報告書を作成する義務が生じますので、公式訪問として今回、次回からですね、招聘するということを、考えています。最も重要なのは国連のさまざまな事務局、職員の方々と我々との間で密接なコンタクトのループができましたので、今後はそういったいろいろな活動が非常に、やりやすくなる。今までは手探りの状態ですが、ルートが確立してきましたので、今後はですね、かなり、スムーズに、接触し、さらに要求を出すことができるようになってきたのではないかと思います。以上でですね、国連活動の経緯と趣旨ですね、私の方からの報告を終わりたいと思います。今回は、今日はですね、モデレーターとして、ずっとこの進行役をですね、務めますので、引き続き、私の方で、段取りの方ですね、引き出していただければと思います。続きまして、島国民会議のこのジュネーブの今回の活動ですね、これについて、リマさんの方から、徳森の方から報告をお願いしたいと思います。じゃあ、徳森さん、お願いします。皆さん、敗退。普段こうやって壇上に当たることがないので、今日も5分だけ喋ると思ったらずっと座ることになっているんですけど、わさわさしてているんですけれども、来てくださっている皆さんが顔を存じ上げる方が多いので、ちょっと安心してやってます。私は今からのジュネーブでどういった流れで日程を過ごしたのかを説明するんですけれども、主に新聞報道とかではされないような、事務方として見てきたところということで、時間を割いて話したいと思います。まずこの今出ている写真なんですけれども、これはジュネーブの街をですね、フランス側の国境から眺めて見下ろして撮っている写真です。私たちはですね、19月の19日に沖縄を出まして、20日のお昼に到着したんですけれども、その次の日の21日が知事の声明の日だったので、ちょっと早くの打ち合わせまで時間があるので、ここまで来ました。で、この結構ですね、思っているより国連の街ジュネーブって田舎なんですよ。結構緑も多いし、なんか高いビルとかってそんなになくてですね、駅周辺だけが結構人がいるかなっていう感じで、本当に国連の付近とかも、霞が関みたいな感じで、本当にその関係のビルだけがあって、人の暮らしがちょっと別になっていて、それより次はこうやってよく見る緑が多い街なんですよね。でジュネーブ、スイス自体はもうドイツ、フランス、イタリアと強国に囲まれて、ずっと国際機関を誘致してやってきている街ですので、私もこの街を見たときに、なんか沖縄でもできるんじゃないかなっていうような、この場所に立ったときに希望を持って、1日目みたいな、次の。でこれはですね、ホテルに到着して通訳の方と打ち合わせをしているところの写真です。今回も通訳もですね、沖縄から連れていくことも考えたんですけど、ジュネーブでいい方を見つけましたのでお願いしました。でこの方、村中さんとおっしゃるんですけど、なんと本当打ち合わせしてて分かったんですけれども、沖縄に小さい頃住んでたことがあったということで、復帰前にですね、5、6の幼稚園を卒園されてて、その時にやっぱりインターナショナルな空気を自分の地元でも感じていたし、米軍の存在ということも感じていたし、たった2年だけど沖縄を離れてからもずっとこの沖縄の話っていうのは気にされてたということで、もう私たちもそこまで沖縄に縁がある方だとは知らないで話を進めて、単に英語の能力として評価してお願いしたところがあったものですから、こうやってジュネーブまで行って沖縄にゆかりのある方と巡り合うことができても、これは沖縄絶対成功するぞという気持ちで、この段取りをですね、ワクワクした気持ちで迎えることができました。そしてですね、大事なのは通訳の方にはですね、やっぱり沖縄の、情報をですね、きちんと事前に届ける、事前に綿密に連絡をすることが大切だということは、もう双方から言われてましたので、もう
連携がとても大変でした。島組会議だけのイベントではありませんので、県庁とも連絡を取り合いますし、また登壇者の方たちとも連絡を取り合って、そしてそもそも沖縄が今まで国際社会にどういうことに訴えてきたのかとか、この状況についてもこう、まあ、あまり資料が多すぎてもまだいけないので、適宜送り合ってこう連携を取るということが、この直前の時には本当に大変で、島ぐるみ会議、沖縄県相談者、通訳、また間に入る国連 NGO の方たち、こうモデル系を取り合って、ようやくこの日、顔合わせをしたということになりました。これは21日当日の朝になります。国連の北門のグレンリー門というゲートがあるんですけれども、そちらの方からですね、関係者パスを手続きをして受け取ってから国連に入ることができるようになります。ご覧のとおり尾長知事の後ろ姿なんですけれどもなんとですね、バスで行ったんですよ、この日はというかというのは、とてもこの、この国連の街の中にホテルもあって交通もいいので、車で行くとこうバスで行かないで遠回りしてるみたいで、バスで行きましょうみたいなパッて行ったんですけど、その、ね、空気を知事にきっと感じていただけたのかなと思いながら、ひんやりとした空気の中で、いい緊張感の中で迎えました。じゃあ、次お願いします。で、こちらはですね、ビルの中でして、サーペンタインという国連のカフェの写真になります。今知事がですね、先ほど説明あったビクトリアなんていう国連の特別報告者の方と面談をしているところなんですけれども、ビクトリアさんにも今回サイドイベントに出演いただくことになりましたので、朝のうちに打ち合わせということでですね、ビクトリア氏には8月にも沖縄に来ていただきましたので、その時にですね、ちょっと十分に時間をくれなくて、今回もまだゆっくりお話しいただくということで、カフェで打ち合わせをしました。で、国連の面白いところはですね、大使であっても NGO であっても個室がないんですよ。なのでみんなミーティングをするとか、こういうカフェテリアでですね、待ち合わせしてハローとか言って、コーヒー買ってきたり、もお水だけお金とか気にしないですので飲んだりとかして、もパーッと立ち話で情報交換をしたりとか、もう本当に何て言うんですかね、その格式みたいなものが関係なくお話できる空間になっているんですね。で、今回も知事の個室っていうのはもちろんありませんし、大使もありませんので、こういった場所を利用してですね、報告者の方とミーティングをしていただきました。お願いします。で、こちらはサイドイベントの当日の様子になります。大体ですね、80から100名の方が入ってくださいました。で、これ結構多い数字だと言われてて、私たちの前のイベントも大体20、30ぐらいで、やっぱりトピックに関心ある方が来るんですよね。今回の知事のイベントというのは本当に日本のメディアはもちろんなんですけれども、海外からも注目を浴びてて、もう前のイベントが終わる前にもみんなわらわら前に集まってきて、何が起きるんだろうみたいな感じの状態になっていました。そしてですね、こういうサイドイベントというのは団体にもよるんですけど、うちはティーとコーヒーをですね、提供しまして、そばにチンスコを山盛り置いておいてですね、チンスコ外交をですねしていた。そうすると沖縄なんて知らないし、米軍基地もなんか知らないよみたいなところでも、なんかお菓子あるからじゃあみたいな感じで来て一緒に聞いてくれるっていう、そういうのなんですよ、っていうのやりました。これがサイドイベントの登壇者の写真になります。で、知事の演説の様子です。ビクトリア・タウリコスさんにもお時間をいただいて講演をしていただきました。これはですね、知事の行動声明 の正式に国連に提出したペーパーの方なんですけれども、この国連の声明というのは結構臨機応変に修正が可能なんですね。基本は24時間前までに出すっていうルールもあるんですけど、各国の言葉についてですね、ただ正式な続きはそうです、ということで、これが歴史的なペーパーの写真みたいな感じで出てきました。これが人権理事会の本会議場の写真になります。知事の声明発表の様子の写真です。ご覧のようにですね、もうたくさんのメディアが集まっていて、も通路を塞いでいる状態で、本来ですね、メディア席というのはこの写真でいうとあの辺にあるんですよ。本当に遠いところにあるんですけど、みんな知事が見えないからここにずらっと並んで、警備もなんでこれみたいな顔してて、もう立ち行くこう関係者とかも、なんかあんなんかたくさんの人が見つめてる、あの男は誰なのみたいな、あれ沖縄県のガバナは大人だよみたいなことをですね、言ってやってたんですけど、本当にもう大注目で、みんな沖縄とか米軍基地問題とか知らなくても、これは何だろうと関心を持たざるを得ない空気が、あの時は出ていたと思います。
で、知事が声援をやったと日本政府が反論を返してきたので、それに対して私たち島国会議も再反論をしたんですけれども、僭越ながら私がですね、読ませていただいて、私はあの後でも覚えてるんですけど、本当にただペーパーを読んだだけで、作ってくださったのがここにいるチームの皆さんなんですけれども、こういう感じで結構その日でも発言できちゃいましたということでした。でこれはですね、あの来てくださった記者の方たちにですね、あのこう現場を見ていて、もう少し丁寧にブリーフィングをして情報提供する必要があると思って、即座にその国連のカフェの隣にですね、まずスペースをお借りして、登壇者、あの最前面の登壇者の吉川さん、島田プロデューサー、上村ひなきさんにですね、あの集まったメディアの知事の声明の意味というのはこういうことである、そして日本政府の反応のポイントというのはこういうことであるといったことですね、レクチャーをしました。そしてですね、2日目の午後には知事の記者会見をしまして、あのこの場所もですね、本当に予想以上の記者が集まってました。どれぐらいかというと、これぐらいの、そうですね、この部屋小さくて、皆さんも思ったより少ないなと思うかもしれないんですけど、実はこの国連の中に記者クラブがあるんですけど、まあ、正式な日本名は分からないんですけど、あるんですね。でも、普段こうやって記者会見やりますって言っても、来る記者ってなんか3、4人で人少ないからキャンセルという状態らしいんですよ。それでこういう小さい25人最大の部屋とかを割り当てられたわけなんですけど、想定外にたくさんの記者が来てですね、この見てください、下にも座り込んだりとかして、こうドアがですか、ドアの向こうにこんな感じみたいな、私もそうなんですけど、立ってる状態で、本当にこう知事の国連演説の関心の高さっていうのをですね、伺わせる雰囲気で、であの最後の懇親会ですね、もう全部が終わったので、みんな温かい顔ですね、あの、まあ、言いたいのはですね、こう、いろいろ重い仕事が終わってちょっと安心してる写真なんですけど、ここまでこう県とですね、NGO 市民団体がですね、連携を取ってこういったことをやってきたことはなかったんじゃないかと思って、こういった綿密な連携をですね、こうやって市民団体と県が本当に沖縄ということでですね、一致団結してこう声を上げられたというのはとてもあの素晴らしいことだったなというふうに感じて、あの綺麗にまとめてみました。ありがとうございます。はい、徳本さん、ありがとうございます。ですね、続きまして、この一番重要な知事声明ですね、それの解説と、それから日本政府の反論、この日本政府の反論に対して、さらに島ぐるみから日本政府の反論に対して反論するということが、ありましたので、それについてご説明したいと思います。知事の声明はですね、一番重要なのは、まあ、新聞等で、ですね、全部の言葉に対して、記事として出ていましたが、島国会議では、まあ、1ヶ月ぐらい、もう1ヶ月かかったら、報告書をですね、まとめますんで、そこの中にも入れさせていただこうとは思っているんですが、ですね、知事の声明の一番重要な点は、ですね、今回は、沖縄では自己決定権、沖縄には自己決定権がある、そしてその主張を含めてですね、あらゆる手段で、基地の建設を阻止するというご自身の表明ですね。これが一番重要なんですよね。でこれはですね、知事声明は我々が用意したわけではありません。知事のご自分でですね、ご自分の意思で用意したものです。これはですね、自ら考えた言葉で、これまで話されて、いろいろ話されてきたこと、まあ、皆さん新聞等で見たらよく分かると思うんですが、今まで何度も話されてきたことを要点整理しているんですよね。ですから、まあ、今の県議会で、ね、新しいことはないという批判的な言葉をですね、まあ、出ていたりしたんですが、確かに目新しいことはないかもしれません。ただし一番違うのは、これは国連の場で、国連の人権理事会の場で、そして国際社会に訴えたということなんですね。これでかなり意味内容が違ってくる。国際社会が理解している共通理解で知事の声明がどういう意味内容として捉えられたのかということですね。これについて、少しだけご説明したいと思います。この自己決定権ということですが、これはですね、国際社会の中でさまざまな今誹謗中傷があってですね、沖縄の独立宣言とかいう表現もなんかそういう意味でですね、拡大解釈する人もいるんですが、国連の場はですね、そういった独立を支援したりする場ではありません。もちろん国家間の
基本的に政府間の連合体ですので国境の変更をですね推奨するようなことは一切やるわけがないわけですね。ですから自己決定権というときはこの国連の中で基本的に、自分たちの同意に基づいて国家的な政策を実施させる権利ですが、国内において、自分たちの意思の通りに政策を実現する権限、権利、大体ですね、こう内的自決権というんですが、そういった権利のことを基本的には皆さん想定するということですね。これ常識ですね。これが当たり前なんですよ。ですからそういったことに基づいて小長知事が自己決定権を主張したということはですね、沖縄の同意に基づいて国家的な政策が本当は実施しなければならないのに、それをないがしろにあるいは無視されて、さまざまな決定権がさまざまな決定が押し付けられたと。この押し付けは人権侵害あるいは自己決定権の侵害なんですよ。自分はそれを用いて辺野古の基地建設についても阻止するというこれでこの表明だというふうに、国際社会が受け取っていただいたというふうに私は確認しているところです。そうですね、日本政府の、反論、それに対してですね日本政府の反論がありました。この反論についてですね、今度は徳本さんに話をしてもらいたいと思います。この反論の意味ですね、これはお願いします。知事が声明を読んだ後に日本政府が反論してきたんですけれども、もうそもそもですね、国際社会で相手の主張をされたときに、それに反論しないと相手の主張を認めたことになりますので、知事が人権理事会に参加を表明された時点で、日本政府は反論するということを決めていたと思うんですね。なので、ずっと知事がどういったことを言ってくるのか気にしたと思います。でそういった中で日本政府が出した声明、反論のポイントを挙げると4つに大きく挙げられます。1つはですね、日本政府はまず米軍の施設に使われていた土地をですね、今年3月に51ヘクタール返還するなどして、米国政府との協力関係により、いくつか関係源をしてきたこと、そしてアジア、沖縄をアジアのハブとすべく経済振興に尽力してますという点です。もう1つ、2点目が、普天間基地施設は抑止力を継続的に保障しながら、人口密集地において、危険性を排除するための唯一の解決策であるということ。3つ目が、普天間からの移設計画は、歴代の沖縄県知事によって承認されており、辺野古基地建設のための許可は、中山前知事から法的に合致する形で与えられたものであるから、政府は今後も移設を進めていくということ。そして4つ目が、移設にあたっては、自然生活への環境インパクトを鑑み、環境インパクトアセスメントも行っていると、上記の点を声明の中で述べていました。でこの声明を振り返ると、小長知事が、主張していた沖縄の自己決定権や人権侵害という点についてはですね、全く触れられていなくて、もう普天間移設を どうして推進するのかという弁明に終始していて、このこと自体が日米安保のためには、安全保障のためには日本という国は人権侵害も分からない国ですよということが、多分人権専門家の方たちが映ったんじゃないかというふうに私は見ています。それとも日本政府の反論に対して島国会議でもすぐに再反論をですね考えて用意しました。この内容は共有したいので島国会議の文書を今読ませていただきたいと思います。レジュメみたいですけれども言われさせてください。議長ありがとうございます。島国会議の徳森今です。この場を借りて先住民族の権利に関する文化会において発言する機会を与えてくださったことに感謝を申し上げます。さらに国連特別報告者のビクトリア・カウル・コークス氏も今年8月に我々の故郷沖縄を訪れてくださったことに心より感謝を申し上げます。日本政府が発表したコメントにいくつかの点について説明をさせていただきたいと思います。第一に沖縄に集中する米軍基地負担の軽減策の一環として今年3月に51ヘクタールを返還したという日本政府の発言日本政府発言されました。しかし、51ヘクタールというのは、在沖米軍基地面積のわずか 0.2% にすぎません。次に、日本政府は基地建設に必要な埋め立てについて、中山元沖縄県知事より承認を得て、関係法令に基づき行われていると発言しました。
しかしながら第三者委員会はこの承認手続きについて検証を行い、その手続きが法律上瑕疵があると結論付けました。現小永武史県知事はその承認取り消しに向けた手続きを進めています。建設の継続は法律違反となります。また日本政府は経済振興策を負担軽減策の一つであると発言しました。しかし経済振興策で人権侵害が軽減されることはありません。だからこそ小永知事は国連人権理事会を訴えるためにジュネーブまで来たのです。安全保障の重要性により人権の重要性がないがしろにされることがあってはなりません。以上、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。リマさんですね、若干20代にして国際社会にデビューするすごい女性ですね。私の方はその時はですね、もうすでにお金用があってですね、出れなかったんですけども、代わりに井野さんが発言してくださいました。次にこの反論を用意するときにですね、その場で日本政府の反論、小永知事に対する反論をですね、我々で聞き取って、それで、島ぐるみの反論を作ったんですね。上原さんと私と、それから特に中心だったのは吉川さんです。吉川さんが実際に書きました。その場で、最後にですね、書いてまとめてくれました。吉川さんの方からですね、この反論の声明の意味、意義に関してですね、ちょっと、ご解説をお願いしたいと思います。吉川さん、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。島ぐるみの北米のですね、議会の吉川です。よろしくお願いします。僕の方から今国連で日本政府が出した声明に反論ですね、に対してまたこちらから反論したと、その意義について話をしていきたいと思います。まず反論されたままでは終わりさないと日本政府がこう言ってきたら、僕らはいや、これは違うよということをしっかり言わないといけないと、それをやっぱりやっていったというのがまずあります。で、日本政府は、先ほど井野さんの方から読んでいただいたんですけども、例えば51ヘクタールという文字を出してくるんですね。返還したからと。で、この数字というのは沖縄の現状が分からない多くの人にとってはとても具体的なものであるわけです。57ヘクタール、もしこれが違うエーカーズを使っている人だったら51ヘクタールと聞いてすごく大きいというふうに考えていました。でもやっぱりそこを沖縄の現実は51ヘクタールというのは本当に 0.2% しかない。皆さんが奪い取った土地の、皆さんがね、米国が奪い取って基地にしたものの 0.2% しか返してないんです。それを持ってなんか正当化するというのは、できない。その数字に焦点を当てて議論できたというのは、良かったかなと思います。それからこれはずっと米国側も、日本政府にも言ってきてるんですけども、なぜ基地が建設が止まらないで進んでいるかと反対しているのか、その大きな理由は前の知事が承認して、しかも皆さんが選んだ知事が承認しているから、法律的にはまだ承認されたままであるということです。で、それを国連の場でも前面に出して、そして米国においても前面に出して、でそれに対してやはり現実、沖縄でどういうことが起こっているか、小永知事が第三者委員会をしっかりと設立して、その中で法的瑕疵があるというのが出てきた。で、アクセスの問題というのもしっかりなされてきた。で、今しっかりとその取り消しに向かって手続きが行われている。やっぱりそこを明確に出している。民意にも反対しているし、民意にも背いているし、で法的にもおかしいものである。やっぱりそこをしっかりと言えたことが良かったと思います。そして最後に人権の問題を安全保障の問題とすり替えて、国家を守るためには一人一人がどうなってもいいんだという議論ですから、そういうことをね、それに対してやっぱりしっかり反応していった、ことだと思います。それから先ほどありましたけども、これ 2分間でしたっけ、スピーチ、230単語で、で書くことになるんです。で、それをなんかみんなで一生懸命本当にアイデアを出して、本当30分間ぐらいでしたっけ、あの中でやっぱり一生懸命みんなで頭をつけて作っていったという、そういう背景がありました。
進的な事実もあるんですよね。ですが、国連部会の方で横取りしまして、こちらの方も中心人物になっていただきますね。台風管理については後でちょっと少し言うことがあるかと思いますが、国連のですね、今回の地位声明の中で特に各国の共感をもらいただいていた言葉はですね、この地位声明のですね、5段落目ぐらいですかね、自国民の自由、平等、人権、民主主義すら守れない国がどうして世界の国々とそれらの価値観を共有することが、できるでしょうか。これはですね、以前も皆さん聞いたことがある言葉だとは思いますが、これがですね、やはり非常にその日本政府、アメリカ政府両方の国に対して非常に大きな批判、インパクトを持ったと私は考えています。これをですね、世界に向かって訴えたということは非常に重要な今回歴史的な意義を持つスピーチだったというふうに理解していいと思います。我々の方は、知事の方にですね、島国会議はこういう活動をしてきました、今回の問題は特に島国会議の方は環境権、自己決定権、報道の自由、こういったことを焦点に当ててきましたということで一応レクチャーをしました。だけどこれはですね、本当に知事の言葉で自ら発散したお言葉だというふうに理解しております。で、我々はその場を提供するという形でですね、ご支援、させていただいたという理解です。では続きましてですね、島国会議主催の国連シンポジウムがありましたので、それについて、報告させていただきたいと思います。まず、トップの方から、サイトイベントは何か、会社趣旨、狙い、そういったことについてですね、ご説明させていただきたいと思います。サイトイベントという言葉は、ちょっと聞き慣れないかもしれないですけど、沖縄の報道ではおそらくシンポジウムだったり、講演会というタイトルか生の呼び方で報道されるかなと記憶しています。知事の国連演説というと、この2分間の声明の方が結構注目されがちなんですけれども、スピーチの種類というのは2つあって、1つがその2分間、もう1つがこのサイドイベントでの演説ということになります。で、このサイドイベントは何が良いかというと、時間がですね、最大2時間取れるんですね。で、2分間の声明というのは、やはり沖縄の背景とかを説明するにも十分な時間ではありませんので、こういった2時間のイベントを設けて、沖縄の問題をですね、シンポジウムで専門家を呼んで何が問題なのかを提起していったり、その中でスピーチ代表の声を届けるとか、そういった取り組みになります。で、今回はですね、またこれもラッキーなんですけれども、前の週とかに取ったイベントは1時間とか1時間半しか時間が取れなかったそうなんですけど、2時間取れるという確約はなかったんですけど、今回私たちの申し込んだこと2時間バッチリ取りましたので、沖縄無視って思いながらまた準備を進めていただきました。そしてですね、で、このサイドイベントも名前はサイドってついてるんですけれども、人権理事会で認められた公式なイベントになりますので、こういった枠を使って沖縄の問題をですね、何回も何回も訴えたり、関係者に浸透させることが大事になります。声明っていうのはこの会議に来ていた人たちに対して2分間でバーッと話すわけです。サイドイベントはどちらかというともっと個別具体的に関心を持っていらっしゃる関係の方が来やすい場所になるんですね。なので参加者としては国連の職員や関係者、そして海外のメディアもそうですし、各国の政府代表部や大使とかもこのキーワードに関心のある方がいらっしゃいます。そして何よりですね、世界中の NGO がこの人権理事会には一堂に参加してますので、その中でまた沖縄の問題、米軍基地の問題、女性の権利関係で何かこのキーワードに引っかかる NGO はですね、この事前にチラシがですね、イメールなり実際のペーパーなどを通じて届く障害者を送るようにしてますので、ここで関心を持った NGO や関係者は含めて来てくれるようになっているのが最初のイベントです。はい、ありがとうございます。ですね、今回のプログラム、最後から2番目の方をですね、最初の公式、コンポジウムの具体的な構成とプログラムがありますので、それを見ていただければと思います。プログラムはですね、大きく5本の報告、5つの報告がメインです。ですね、
もちろん分かりやすくするためにですね、理解しやすくするために何本ぐらいかなの、ビデオを作りました。これにですね、阿部さんが編集してくれてですね、非常に分かりやすい、沖縄の状況、実際に海上保安庁が弾圧しているそういった絵もですね、入れて、動画を入れてですね、ビデオを作り、沖縄の歴史、警察、海上保安庁の弾圧、そういったものを入れてですね、非常に分かりやすく、まず、導入ですね、そこから次にですね、知事の基調報告、それから今回は3つに絞りました人権の報告ですね、自己決定権、これに対する侵害対、それから環境権に対する侵害対、それから表現の自由、特に表現の自由の中身に関しましては集会結社の自由、抗議する自由ですね、それの侵害、それから報道の自由の侵害ですね、この3点に、絞ってさ、それぞれですね、お一人ずつ専門家の方を報告していただきました。自己決定権に関しましては、モデレーターを務めました市民外交センターの、上村秀明、代表ですね、それから環境権に関しましては、こちらに来てくださいました吉川さん、それから集会報道の自由に関しましては、周平さん、陸新報の周平さんにお願いしてありました。でですね、とても重要な点は、尾長知事の基調報告の中で、沖縄の歴史をですね、かなり時間を割いて説明してくれたことが第一点です。これはですね、沖縄に関しまして、沖縄は独立国であるということを明白におっしゃって、くださいました。それからもう一つ私が印象に残っている言葉は、1879年に併合されたという言葉を使っております。これは非常に印象的ですね。ですから沖縄がそもそも自己決定権を持つという、そういったことを歴史的におそらく主張されているんじゃないかというふうに私は理解しました。それからですね、この戦争の歴史、戦後の沖縄のですね、米軍支配の歴史、これについてもですね、かなり長く言及されて、いかにそれが理不尽であったのか、そして沖縄の人々がそれにいかに抵抗してきたのか、このことをですね、かなり時間を割いて、説明してくれました。そしてですね、今に至る、この米軍の基地、あるいは新たな基地建設が明らかに、人権の侵害であるということをですね、明白に、強調されていたことが非常に印象に残っています。それからですね、自己決定権に関しましては、これはちょっと、知事の お話とですね、重なるんですが、明白に国際法上の概念として、自己決定権を侵害する、知事の話をですね、その話をそのまま国際法上に照らし合わせれば、どういうことになるのかということを、上村さんは説明してくださいました。これはウィーン条約違反の併合であるということとかですね。それから自己決定権をこう認めない形で、サンフランシスコ講和条約が結ばれた、この国際法上の違反についてですね、詳しく説明、してくださいました、それから吉川さんの方は環境権ですね、特に環境アセスがあまりにもひどい環境アセスであることですね、それから普天間基地がですね、国連の指揮でもあるということ、これは後で質問しようと思いますが、重要な点ですので、このことも初めて聞いたので、このことについて、国連はどうするのかと、国連に来てですね、国連を批判するということをされていたと思いますが、国連は多分ですね、この通り解説してくれるんじゃないかと思ってますが、いずれにしても重要な指摘、でありました。それから報道の自由に関しましては、やはり逮捕監禁、どんな逮捕監禁が実際に行われていることの説明です。ですね、さまざまなスライドを見せてですね、報告してくださいました。これがですね、大きな柱で、さらに特別報告者のビクトリアさんは、沖縄を実際に見て、これが人権侵害に該当する、さらに特に自己決定権の侵害で、こういう不正義は許さない、私はその不正義に対して、もう沖縄の視点はですね、非常に重要で、これを、国連の中で取り上げていきたい。具体的にどういう取り上げ方をされたかということは説明されていなかったんですが、16年に対して、シンパシーを持ち、問題意識を共有されて、くださっているということを表明してくださいました。以上が私からのですね、サイドイベントの、まあ、簡単ではありますが、報告になります。ミッキーさんですね。ですね、続きまして、吉川さんにですね、特にですね、
環境圏の問題に関しまして、5分程度で、お願いしたいんですが、このどういう話をされたのか、もうちょっと詳細にお願いしたいと思います。吉野さん、お願いします。はい、分かりました。近年ですね、この人権という考え方の中に、我々は環境、豊かな環境に住む、それも人権の一つであるというような考え方が出てきているわけですね。これが、ずっといろんなところでアカデミックの中でずっと20年ぐらいしか話されていると思うんですけども、国連の中でもしっかり取り上げられて、去年です、国連の特別報告者ジョン・ノックスさんという方が、報告書を出して、その中で、明確にですね、我々は、安全で清潔で健康的で持続可能な環境に住む権利、それを持っている、それを人権の一つとして位置づけるべきだというようなことを言っているわけです。ですから、私はこの環境権ということを、そのジョン・ノックスさんの考えをもとにして、その国連の中で今回の人権理事会の対外イベントの中で、沖縄の軍事化という、米軍基地の問題がいかにして、その沖縄における我々の環境権を侵害しているかということを話していたわけです。で、すごい重要なのは、先ほどの淳先生の方から環境アセスの話があったんですけども、ジョン・ノックス氏が言っていることが、その環境権を保障するにはどういうことが必要かということを、いろいろあるんですけども、3つの重要な部分があります。1つは、環境、どういう環境に住んでいるか、あるいは環境情報というものに対して、我々一人一人がきちんとアクセスを持っている、自分たちが住んでいる環境がどのような環境であるのか、あるいはそこに何かが作られようとするときに、その環境がどのように変わっていくのか、そういう情報を私たちがしっかり、アクセスを持っている。それから2番目が、環境問題に解決していくときに、我々がちゃんと参加できる、市民参加ができる。そして3番、これもとても大事です。もし何か問題があるとするならば、何かの対策をやらないと。で、その対策自体、改善の手段自体がしっかりしたものである。そしてそれに対して我々がちゃんとアクセスを持っている。この3つを、その環境権を保障するものとして、ジョン・ノックス氏は、話しているわけです。で、それを話して、じゃあ、沖縄の問題はどうなるか、特に辺野古の問題はどうなっているか、そういうふうに考えていくと、いろんなことは指摘できると思うんですけども、我々は確かに日本政府が環境アセスをやっています。で、その情報を我々はそこにアクセスをやっています。つまり環境の情報へアクセスをやっています。で、しかしその情報自体は、環境に影響がないと、基地を作っても、そういうふうな結論があるわけですね。じゃあ、情報にアクセスできたとしても、その情報自体がおかしかったらどうするという問題が、出てきたという。それから、この環境アセスの場合は、環境に影響がないとした日本政府の専門家の人たち、誰がそれを判断したのか、未だに分かりません。未だに名前が出てきています。市民団体がいろいろ環境アセスのその手続きの中ですね、いろいろ言ってきても、全部黒塗りの専門家といったら、全部黒塗りで誰が何か分からないという形になります。そういうふうな状況の中で、ジョン・ノックス氏が言っている、その環境情報へのアクセスというのが保障されているのかどうか、そういうことを定義というか、質問として、沖縄からの問題としてですね、出していったわけです。で、僕らのこの報告の後、やはりこの専門家、特別、ジョン・ノックスさんのアシスタントの方のコンタクトがあって、もうちょっと詳しく話してほしいと。やっぱりこれは沖縄の市民団体も含めて、環境アセスの専門家も含めて、このアセスの問題をですね、これまで長いことやってきて、だからやはりこのどういうところが問題だというのかを、我々は自信を持って言えるわけです。そしてその、問題は第三者委員会でもしっかりと、明確にこれが問題であるという状態です。そういうところを議題の場で、報告していただきました。はい、ありがとうございます。続きましてですね、今日はフロアの方に、来ていただいているんですが、
シューデラさん、サイドイベントの時に報告者としてあの話をしてくださいました。サイドイベントがですね、ちょっと時間が足りなくて、自力でトンボになった部分もありましたので、この場でですね、ところで話しかなかった部分について3分間だけなんですが、申し訳ないんですが、お話しいただければと思います。話し足りなかったことの前に、何を話したかを少しだけまあ、端的に言えば沖縄県のこちらの抗議運動がですね、いかに正当なもの で逆にその日米両政府が正義を不正義をですね、沖縄で、やってるかということを報告して、それに国際的な共感を呼ぼうというふうに意図で発言しました。で沖縄における集会の重、報道の重の危機的状況を理解してもらう、理解を深めてもらうためにですね、沖縄の言葉を紹介します。沖縄の言葉の人とかですね、ヌスイジナカとかシャリバショーレとかチムグルとかですね、リーマーとかそういう言葉が好きで、その言葉というのはですね、いわゆるその外人の非暴力主義とかですね、貧乏人の差別精神とすごく親和性が高いんだということ、でそういうふうなことを愛する沖縄県民がですね、そういう無茶なことをやるはずがない沖縄県で、まあ、それその行動というのは、合法的かつ、非暴力的なものであるという、であえてそういうことを持ち出したというのはですね、アジア太平洋諸国にですね、その植民地支配に際して記憶を移せましてもらって、沖縄の共感を呼び起こそうというふうな意図がありました。それと逆にその植民地支配をやった西洋諸国のメディアの皆さんにですね、そういう沖縄のその運動の意味を理解していただいて、自分たちが過去にやったことに対する反省、それを呼び覚ましてもらって、で、いかにまた同じような、不正義をですね、今沖縄において日米両政府がやったことを理解してもらうために、そういう話を申し上げました。で、で時代遅れの植民地的な政策をですね、取りやめるべきだということを多く要請しました。でその時20分話せる予定でしたけど、13分しかなくて喋ってなかったのは、皆さんも教科新しいと思いますけど、行動圧力の問題で、お寺の石は潰すと、ビッグ進歩、何回もすは潰すというやつですね、あるいはその、国民を出さなければ、まあ出すなというような話もありましたけど、それについて、実はその時に話すことができませんでした。でそしたら、おとといですね、自民党が、北原政権局長、1年間の役所を停止処分をですね、3ヶ月に短縮、やっぱりあの時に、それぞれって言われたのに、ちょっと後悔しましたけども、でも、そういう、なんていうんですかね、その時、吉川先生、上村先生、それと、淳さん、チーズですね、それで役割分担をしてですね、すごくいい報告ができたのかなというふうに思っております。で、あとはですね、辺野古でですね、まあ、9月15日現在の数字でしたけども、現場報告として、7人が逮捕されたというような、で、まあ、それが全て起訴猶予処分の不起訴になっているという報告をしましたし、9月15日現在で累計で690人もの市民がですね、不当に身柄拘束されているというような話を申し上げました。で、今日後ろに中西さんもいますけれども、この1年半余りの間にですね、陸新報も中西市ですね、延べで1300人以上の記者をですね、派遣して、朝から晩までその監視をやっているんだというような、その中で現場からはですね、普通なら肘張らずに仕事をするんですけど、壊されないようにですね、肩肘を張りながら現場の記者が頑張っているというような趣旨のことを申し上げました。で、まあ、そういうことでですね、なぜそういうことをやるかということを、理由としてですね、戦後通じてメディアはですね、そういう権力の弾圧に屈した歴史があります。特に戦前ですね、そうですね、その協力した歴史があって、そういう反省があるからこそ、今自分たちは頑張らなきゃいけないんだというふうな、思いを伝えていて、でそういうふうにされることは決して変更でも何でもなくて、まさに日米両政府がですね、世界にいつも柔道人権とか平等とかって民主主義大事だというふうに感じたというわけですけども、そういったことをなぜ見されてますかという、そういう権利の価値をですね、関与適用するということで、いろいろと注文をつけてまいりました。以上です。どうも、清水さん、ありがとうございます。では次
近にですね、沖縄大学の安倍さんも来られていました。現場でですね、フロアからですね、いろいろなその観察をし、実際に採用イベントを、取材されていますと同時に、世界中にはですね、沖縄と同じような状況に置かれている、構造的な差別を受けてですね、実験を侵害されている少数派の方々がまた多くおられてですね、そういった方々 の内容、マイノリティの代表の方々も来られています。まあ、いろんな取材をされていたと思いますので、そういった国連でのですね、取材の様子とも含めまして、また安倍さんの方に感想、あるいはコメントをお願いしたいと思います。これ3分ありがとうございます。安倍と申します。普段は名古屋で働いているんですが、今回機会に恵まれて同行することができて、先ほど人権理事会の場でずらっと記者が並んでいる中に私もいたんですけど、本当にちょっと異様なというかね、多分光景で、みんなに誰なの誰なのってさっきも言いましたけど、聞かれるんですけど、で、沖縄の知事ですよっていうふうに僕が言うと、ああ、なるほどっていうふうにですね、結構分かってくれるんですよね。さすがに小高さんっていう方とか名前は知らないんですけど、なるほどっていうふうに言ってくれて、沖縄の話をすると、ああ、そうだよねっていうことで分かってくれるっていうのは、これはもう今回の取り組みもそうだし、それ以前からずっと続いて、その国連の話で働いたりというか、沖縄でもいろんな NGO の方が働きかけられているので、そういったところの蓄積がこう、実験理事会でもあるのかなというふうにすごく思いました。で、退屈からは2人記者がいたので、知事が何を言ったかとかっていうことは同僚に任せて、私はひたすらその、聞いた人にどう思ったかというのを聞くようにして、それをなるべく紹介したいなと思っていたんですけど、その中で、1人で、インドですね、パンジャブ地方、北の方にある、ところの、シーク教というのが虐げられている少数の宗教の方が話して、この人が一番面白かったんですけど、沖縄戦って、あれだろう人々が自決を強いられたり、最後まで戦ったりしようというふうに強制されたんだろうとかですね、すごく詳しく、自分が言わない前からそういうことを言ってくれて。でもう話もほとんど一緒で、人口は 1.5% だから、その選挙がいつまでたっても解決しないんだよねっていう話とかですね、自分たちを守ってくれる政府ができるまでは安心できないよねとかっていう話を通して、みたいな話をするのもそういうわけですよね。で、やっぱり普遍的な論理というふうにさっき淳先生もおっしゃったんですけど、こういうことだなと思うのは、やっぱり、沖縄と似たような状況というのは全世界にこうたくさんあって、それをその乗り越えるためのその知恵とか論理というのもこうちゃんと確立されていて、特に人権理事会の場だからということもあるんですけど、すごくみんなよく聞いた沖縄の話もよく理解してくれていて、その何ていうんですかね、安保とか経済とか政府がいたみたいなことではなくて、人権の問題、命の問題なんだということはすごくこう普遍的だし、世界に通じるし、沖縄はその一人じゃないし、戦えるし、ということをすごく思って帰ってきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問をお聞きいただきありがとうございました。続きましてですね、プログラムの6番、Q&A というところに行きたいと思います。ですね、環境権の問題でですね、私の方から吉川さんに、質問をし、そして吉川さんの方から私の方に、質問をするという形で Q&A を行い、それからですね、次に会場の方から質問を受け取りたいと思います。大体3名ぐらいを想定しているんですが、そういった流れでですね、Q&A ということをやりたいと思います。吉川さんですね、これまでアメリカにおけるですね、事故訴訟とかに関わっていた、関わってこられ、それから今回はですね、この国連の環境権についての捉え方、考え方をですね、元にして、それを利用した形で、うまくいったいということをやってくださいました。で、今回ですね、吉川さんが来ていただいたおかげで、本当に我々としては、助かって、特にですね、環境権の主張もそうですが、先ほど、島ぐるみ会議の声明ですね、特に51ヘクタールの返還が 0.2%、即座に、言ってくれたのが非常に助かってですね、端的に数字でもって、言われたものを数字
でもって反論するということができましたので、本当に、助かりました。多分この勢いでですね、アメリカにも行かれて、我々の方は行かないんですけれども、アメリカの方にも行かれて、首脳軍会議のですね、取り組みの中心になっておさると思って、非常に期待しているところです。でですね、サイドイベントの環境権の侵害みたいで、非常に重要だと思ったのは、環境、この環境で私たちが生きていく権利、人権なんだということですね。環境権をですね、例えば自分の権利みたいに言ってですね、自分よりも人間の方が大切ですとか、そういうような言い方をするですね、非常に間抜けな指摘があるんですが、そういった問題ではない。私の祖先の話をするとですね、ちょっと差別してるんですが、大浦が本籍地です。私の DNA は、もう母親もですね、瀬田家というところの出身なんで、100% 大浦湾の海の幸、それからこの辺の界隈の山の幸、それで全部できてるんですね。その環境があったとこそ私の体ができてるわけです。それを補正して生きていくのが当たり前じゃないですか。そういった重要な人権だということですね。その人権、環境、この環境できる権利、これをですね、侵害するのは簡単にはできない、させない、その主張がですね、非常に重要な主張だと思います。それですね、この環境の権利に関して、国連の中でですね、こういう訴えをされたんですが、実際に沖縄で現実に起こっている事柄ですね、先ほども簡単に説明されてくださいましたが、アクセスする権利、具体的には何をどういうことで、認めていないのか、どういう侵害状況があるのか、もうちょっとこの日本の政府がやっている我々の環境の権利に対する侵害、これについてご説明お願いしたいと思います。わかりました。ですね、まずは環境権というのは先ほどもお話したんですけども、この人権の一環として考えるようになったのはつい最近のことです。実際、国連の中で。で、多くの場合環境といえば、呪文訴訟の場合はまさに呪文、そういう動物を守るとかという話になってます。それには大きな理由があるんです。その一つは、例えば動物は人間と違っていろんなことは主張できない。だからこそ、いろんな制度、法律であったりとか、条約を作って動物を守ろうというのがあります。で、もう一方で、日本は人間は物が言えるでしょう。だから自分がちゃんと言えば何とかなるというか、なんかそういった大きな認識の違いがあるんです。でも実際のところは、僕らはどんなに物を言っても、それが認めてもらえないという、そういう状況もある。そういうのを見ていくと、やはり環境権というものを、もっともっと人間の視点から、こう当てはめて、考えていく。そういう背景があって、今、国連の中で、人間の暮らし、人間の環境というものの結びつきの中で理解されていると思います。じゃあ沖縄において、特に米軍基地との関係の中でどういった形で環境権の問題があるかというと、何かアクセスの問題です。例えば基地の中で何かが起こった、事件の事故が起こった時に、僕らがアクセスができるでしょうか。汚染があるかもしれない。PCB が見つかった。この前、去年でしたっけ、キャンパーセンのエリクターが落ちた。アクセスさせてくれ、自分たち その使う水源の近くで落ちてるのに何かあるから問題だろう。自治体が要請しても結局1年ぐらい経ってからしかアクセスがない。そういうふうな状況の中で、じゃあ自分たち その環境清潔でそういう安全な環境を維持できるのか、そういうことはできない。だからその環境の情報へのアクセス、それはとても重要になってきています。で、軍事化の中、米軍基地との関係の中で、なかなかそういうところにアクセスができない。やっぱりそこをこう焦点化していくことで、アメリカの方に、そしてはこれの方に訴えていくことができるというふうに考えます。ありがとうございます。もう一点ですね、なんか聞いたこともあるし、見たこともあるような気がするんですが、普天間が国連の施設だということですね。そして、辺野古に、行くんであれば、辺野古もですね、赤石基地が建設されるのであれば、国連の施設になるであろうと。国連はそれを許すつもりっていうですね、吉川さんのね、すごい鋭いご批判が国連に対してなされたんですが、それについて我々情報をあまり持っていないので、それについてご説明をお願いします。これですね、面白いことに、
アメリカの海兵隊の英語のホームページに行くと、ここは自分たちの基地だけではなくて国連の施設でもあるというのを大々的に宣伝しています。やはり国連の一部であるということで、なんかそういう正当性みたいなのを主張している部分があるかもしれません。でもそれは逆に考えていくと、我々の、ね、沖縄の人の土地を奪い取って勝手に作って、でそれが米軍というものだけではなくて、今回我々が訴えた国連の施設であると。じゃあそれに対して国連どう考えるのかというのは、やはり真っ当な質問になると思うわけです。でしかし今まだ、今現在の会としては、じゃあこれどこに訴えればいいのということを、ちょっとまだ模索中なところです。この前 の, その発表の後に、国連の関係者とちょっと話をするとか、じゃあどこに言えばいいのか聞いてみるか、国連の軍事施設に関してはどこに言えばいいのか聞いてみるかということを言ってくれたんで、そういうのがはっきりしてくると、この問題をちゃんと提示して、でじゃあ記録に作られればどうなるのか、それまた国連のものになるのか、民意と法律を無視して作られる基地が国連のものになるのかというような議論もできるわけです。はい、ありがとうございます。では次に吉川さんから私の方への質問がもし終わりでしたらお願いします。はい、たくさんありますが、ですね、まずは質問という前に、やはり僕は今回の島ぐるみの動きというのはとても素晴らしい動きだったということを感想としてまず述べたいと思います。知事と市民社会の組織が一緒に行って国連というわけで話をする、それ自体もとても素晴らしいものだと思います。まずこれは、我々が直面している問題の深さもあるんですけども、やはりそういうのができたというのは知事の方も島ぐるみの会議に対して、その役割である、力であると、そして敬意を持ってお互いに共同で、話した、国連の場に出たということです。それから第2点目、これも重要なことだと思って、今回は人権理事会に知事は参加したんですけども、この人権理事会の参加というものを持ってこう知事の、埋め立て承認の決断とか、そういうのがある程度スケジュール的な枠組みができたというのがとてもあると思うんですよ。これどういうことかというと、あの場に知事がその埋め立て承認に対してもう手続き、これを取り消しの手続きを始めたという、これ9月14日ですね、13日前に表明したんですけども、それを言わないで人権理事会に行って自己決定権がないがしろにされているというような議論はとても難しかったと。自分たちは与えられたものを、知事の権利として与えられたものを全部使っている、しかしそれが全部無視される形で基地が建設が強行されている、そういう議論がやっぱりできるようになる、それはその素晴らしかった。でそれからもう一点まで、あと徳森さんであるとか安倍さんであるとか、この島組会議が今回この、淳先生のリーダーシップのもとですね、この国連行動を可能にしたのはやっぱり若い人たちが一生懸命になって、しかもすごい能力を持っている人たちがいて、それが可能になったという、僕は見ててとても嬉しくなりました。本当に若い人は褒めてもいいんですけども、じゃあ淳先生に質問を。ですね、やはりこう僕らその採用イベントにおいて、いろんな沖縄の人権侵害について話をしてきました。でこれから実際基地建設が始まっていくと、とてももう本当にこう、ぶつかり合って人権侵害とかそういうのが実際起こっていくような状況になると思います。で、その時にじゃあ島国に帰るとして、今回国連で訴えた我々としてどのようなことを実際にやっていくのか、で具体的に言えば多分これは情報を収集して、そしてそれをレポートにまとめて、きちんとしたその国連 の, その対応してもらえるところに提出するという、そういう作業をしないといけません。情報収集、文章を書く、レポートがそれをちゃんとしたチャンネルで出していく。でそれをじゃあ誰がやっていくのか、新聞社がやっていくのか、それとも今回一緒に行った県がやっていくのか、あるいは島ぐるみとして何らかのそういうことまで考えているのか、これからどういう形で実際に動いていくのか。はい、
今回4月からですね、それからビクトリアさんをお招きし、そして9月に、いただいて、一番やはり重要な点の一つとしてですね、国連高等弁務官事務所、これがですね、人権理事会の事務局なんですよね。でその専門の方々、専門の調査官、職員の方々ですね、誰がどういう担当で、どういう人権の調査官、あるいは職員なのか、ということが非常によく分かりました。そして何度も接触してですね、情報のルートを確立してきました。ですから今回ですね、行って終わりではなくて、その後どういうことが起こって、今どうなっているのか、この情報をですね、逐一、そういった方々に提供していくということが今可能になっています。これをですね、今後島ぐるみ会議としてはやっていく。ただ島ぐるみ会議は報道機関でもなくて、今のところ調査機関でもないですので、ね、情報の収集は極めて難しいです。ですから、これからも沖縄のメディアの方々との協力、それから現地でさまざまな自主的にです、ね、情報を集めている方々からの協力、それから報告、さまざまな報告をです、ね、自主的にされている方々からの情報収集、そういったものをです、ね、繰り返し繰り返しです、ね、何度もやりながら情報を集め、そして作成し、そして根拠を持ったです、ね、データ、情報としてです、ね、国連の方に、お渡ししていくということですね。これを継続してやっていきたいと思います。それからもう一点重要な点は、特別報告者、人権の特別報告者ですね。この役割を持つ方々の正式な公式訪問ですね。これ外務省で働かって外務省が承認するという形にならざるを得ません。ですがこれをですね、きちんとそのやっていくということですね。公式訪問と非公式訪問、何が違うんですか。特にこの前ビクトリアさん来てくださったんですが、彼女一人だけで来たんですよね。公式訪問になると、そういった、高等弁務官事務所の職員の方々、調査実際にし報告書を書く方々が一緒にですね、来てくれるんですよ。実際調査に入りますんで、そういった方々も一緒に来ていただく、公式訪問、その要請を引き続き行っていくと。これ早急にですね、どん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 拡大して、さまざまな人権分野、特に環境権、それから表現の自由、特にこの焦点としましたですね、この分野の方々に関しましては引き続き多くの情報を提供し、そして、特別報告者の証言もお願いしていくということですね。特にその人権侵害の現場、これどうするか、人権侵害の現場をですね、特別報告者に混じってもらうわけにはいかないかもしれませんが、実際に目の当たりにしてもらう、こういうことを考えて、いるところです。引き続き、これを十分にしのぐに、いろいろなネットワーク、協力を仰ぎながらですね、やっていきたいというふうに思います。以上ですかね。少し時間をいただいて、フロアの方から質問を受け取りたいと思います。質問のある方は挙手を持ってお願いしたいんですが、いらっしゃるでしょうかね。3人です。とりあえず3人で今、お願いします。じゃあ、早かった、汗かいてる向こうの中早かったんで、はい、早い順に、どうしても待ってどうぞどうぞ。はい、わかりました。じゃあ、汗かいてお願いします。あなたの先に降りてるですね。ですね、皆さんの活動を報告した新聞の中で、皆さん市民学校センターの何か発言枠を使って、知事が入管発言したわけですよね。それでだから政府の反論も市民学校センターを代表し知事が何とかあるとか書いてあるけれども、でその新聞記事の中に小さく、両方小さくしか扱ってなかったんですけど、どっかのやはりその NGO の発言枠を使って、皆さんの知事の言ってることは違っているという発言をした、グループがいるというのを、両者を小さくだけ書いてあってよく分からなかったんですが、これの背景とか、どういうその枠を彼らに与えて発言させたのが、その人権理事会の中にいたのかとか、
それでこれとの絡み を少し詳しく説明してください。まあ、一つ一つと言ってましょうね。このことについて、市民学校センターの上村さんが非常に詳しく理解していたんですが、聞いてます？聞いてます？あ、さっき言って。じゃあ私も、あ、すみません。詳細に詳しく話してくれっていうことだったんですが、これですね、国連の資格を持った NGO の一つで、大阪に拠点を持つ組織でした。その正確な名称も、すみません、もう忘れてしまってですね、パッと言われたんですけど、忘れてしまいましたが、過去にもいろいろですね、枠を貸したという実績があるらしいんですが、どうも中身を精査しないで、枠を貸せるような組織らしくてですね、ちょっと、我々の方の問題だと思ったんですが、その枠をお借りして、それから名護市出身のなんかタレントだったという方が何か話したというぐらいしか分かりません。申し訳ないんですが、新聞、これですね、この目で話すというよりも、詳細に情報を私たちの方で調べられるようで調べて、提供しますので、ネットか、あるいはどうしても聞きたい人は、私の方に後で終わった後に来てくださいました、見れて出しますんで、一応、新聞、琉球新報の方で出されているようですけど、今、新聞では読んでいるということでしたので、新聞の情報は多分入手されていると思います。それ以上の情報をですね、入手してですね、メール等でですね、お伝えしますんで、真瀬先生の方電話しますんで。これで、お願いします。補足なんですけれども、普段こういう国際関係って国家がアクターというふうに思いがちなんですけど、この国連とか NGO も対等に国家と一緒に発言できる枠があるわけですね。で、今回尾長島というのは日本を代表して発言することはできないわけなんです。1都道府県県知事のあたりは。それで今回この市民外交センターだったり、あと反差別国際運動と今だという国連の認定資格、協議資格を持っている NGO とですね、今回島ぐるみは連携して、彼らの NGO のとしての発言枠をお借りして、陸間の声明だったり、サイドイベントの企画を実施しました。NGO にとってはですね、こういったその NGO 自体と発言する方が違うということがよくあることなんですね。むしろそういった枠組みを使って、非国家であるアクターというのは、こうやって発言を、声を上げていくことになっているので、そうした仕組みの中で、今回、知事の、国連演説が実現したということもありますし、サイドイベントにつきましても、私たち島ぐるみ会議はですね、国連、認定協議資格を持っておりませんので、反差別国際運動の方です、ね、最後のこの、定番のプログラムの方に持っているんですけど、市民外交センター、それからフランシスカン・インターナショナルという NGO にですね、搭載をお願いしまして、今回のサイドイベントの実施もできたということになっております。はい、トムさん、ありがとうございます。私の方が言いたいのは、質問してくださいました。では、次の方をお願いします。どうもこんにちは。島ぐるみ先生がリードされていることについて非常に感謝申し上げます。常日頃新聞では島ぐるみ先生がよく論調を書かれておりますので、勉強になっています。それから徳丸さん、本当に若い力を発揮して国連まで行かれてね、そういう歌うというこの勇気、非常に感謝したいと思います。私は政権与党の立場でこれまで2012年の12月16日以前までは政権与党を応援していたんです。しかし皆さんとは知っておられないと思いますけれども、その2012年の12月16日の衆議院選で、もうこれはちょっとこっちで言うと私島ぐるみ会議に弾圧がかかる可能性もありますが、それは言わないことにしてもう本性を表しました。自民党公明党はそういうことで、それは私もものすごく心配したものですから、中山知事にも手紙を、絶対印鑑をしてはダメですよということで、お手紙を差し上げております。そして何がおかしいのかというと、国民主権の立場から法は私は分かりませんから、
海中ですの長い間、まあ、ウルシェも乗ってまいりましたんでね、そういうことで沖縄近海の海の状況というのはよくあの水産高校の精通人が見るときも泳いで社交外とか何とかということを取ってまい、りましたんで、もう今ものすごく汚れてるんですね。実際環境が非常に汚染されています。で、言いたいのはですね、中山知事さんが印鑑をした経緯っていうのがはっきり全国に知らされておりません。どういう経緯かというと、条件整備をしてから印鑑をしたんです。つまり公約は県外ということに公表されました。ピアさんと金城さん、田崎達郎さんですか、3名の一日で約そうですね、3万8000点ぐらいの、それ中山さん買ったんだけど、県外ということでちゃんとこういうふうに届けていたんです。で、その自民党が推す衆議院議員も県外、まやかしでない県外ということでね、コメントもあるんですよ。しかし立ってみれば条件整備をして、もうすでにね、2000の、12年の12月16日には中山さんに印鑑をさせるということです。先生、ちょっともうちょっとまとめてもらえますか。はい、先生、で、その有権者の立場から言わせてもらいますと、政治家は無責任だと思うんですね。政権のところになっていくと。しかも日本の外交安全保障は日米同盟が基軸という方針がはっきりしているの。沖縄だけに基地を押し付けて、観光構成を全部負担を沖縄に閉じ込めようという、もう今回は見え見えじゃないかと皆さん思いませんでしょうか。私はそう思っています。だから反対運動を強烈に今私はずっとやってますけどね。そういうことで、だから前からこの活躍されている方たちもいるんですね。なんて言いますか、参議院の糸数恵子さんも国会社会でやっています。じゃあそういうことでですね、どうしてそういう日米同盟、日本の外交安全保障、日米同盟が基準だというふうにはっきりしているのに、これは全体で求めている理論武装をしないのかというのが一点と、それからあまりにも当然、1億2700万の一人一人の安全保障ですから、当然だと思うんだけども、この当然の論理が、あるいは理論武装がなされていないということじゃないのかなと私は思っていますので、もう言いたいことは山々あるんですけれどもこの辺でですね、ちょっとストップさせていただいて、あとあと全部証明されていくと思いますので、この継続してずっとやっていかないとですね、あれなんかもう結論が出たら絶対話し合いでは解決できません。これは長い間ずっと家の子にするということでやってきていますから、話し合いでは解決できないということをまずご理解していただきたいです。強行していきます。それはもう確実でした。はい、終わります。どうもすいませんでした。はい、わかりました。はい、継続して、もちろん戦い続けるこれしかないと思っております。理論につきましても、ですね、沖縄だと日本の安全保障という本をですね、ここで宣伝させていただこうと思いますが、合理的にですね、の論理に従って、どういう解説があるのか、今年の5月に本書きましたので、それをお読みいただければと思います。ではですね、向こうの方にですね、志村さんがいらっしゃられたと思います。では、質問の方をお願いします。井上氏の志村です。今日はこの国連です島国の会議活動を開催されてきましてありがとうございます。先ほどから聞かせていただきまして、私も大変ためになる方向だなというふうに感じております。そこで、国連演説、知事の国連演説ですね、これは、知事が国連で演説を行ったことは県民の誇りであり、うちなんちの思いをよく伝えていただいたと私は大変評価をしています。それで今、沖縄県に集中しすぎる基地、それから私たちが望んだいるものではありません。どうしてこういう私たちの思いが伝わっていかないのかなということが、まさに、人権の無視だと私は今思っている次第でございます。そこで、ご質問ですが、改めて国際社会、国連における、知事の演説のインパクト、
これについて、どのように、テレシャンさんをお聞かせください。はい、よろしくお願いします。ですね、知事のその演説のインパクトにつきまして、あとでですね、安倍さんの方から詳細にですね、特にメディアの部分のインパクトについて、ご報告させていただこうと思います。もう一点はですね、実際の日本の政治、あるいは日本の外交、アメリカの政治、アメリカの外交、そういったものにどういうインパクトを与えたか、これが重要なんですが、私たちから見たら、日本政府のあの反論声明、反論になっていないような、人権について侵害だと言ってるので、いや、この人権の侵害はこういう状況で侵害じゃないですと言えばいいにもかかわらず、その議論を全くですね、逃げて、安全保障上の問題なんだ、新興策やってるんだという、そういった説明の仕方はですね、もはやこの日本政府がですね、外交的にも正論を言うことができなくなっている状況、そういった非常に大きなインパクトがあったと。ただ、アメリカ政府の方はですね、国連のあの場ではですね、しらぶしてました。無視していたんですが、同時にですね、我々アメリカの代表部と接触してですね、会ってですね、実際に話をしようと思ってます。で、これをですね、どういう経緯か知らないんですが、どうも会う場所がわからないとかいうことでですね、もらえるくらい結局会ってもらえなかったんですよ。多分これもですね、相当嫌っているんじゃないかなということを感じました。それと同時にですね、あとちょっとご説明しますが、アメリカ政府はですね、政治も少しだけですが、動きは見られたと思います。これ後でですね、一番最後の方で、効果と、そして今後の展望ということでお話しさせていただければと思います。では、すみませんが、フロアからの話、まあ、いろいろ質問あったと思いますが、少し、時間が限られていますので、これで終了してですね。今、アメリカ側の対応で、ちょっと、じゃあ、吉野さん、お願いします。ですね、さっきも話したんですけども、米国、アメリカ政府がこの基地問題について強硬な姿勢を言っているのは、これは基本訴訟の裁判もそうですし、それから、日米合意の中でも、文書の中でも必ず出してくるのが、2013年2月12月27日、中山知事が埋め立てを承認した。法的手続きは整っている。そこがやっぱり基盤になっているわけです。今だから今回、小長知事がそこをもう取り消しするという動きをやっている。やっぱりそこは大きなプレッシャーになっていると思います。はい。ではですね、引き続きまして、島国会議の国連活動の効果と展望ですね。これについてお話しさせていただきたいと思います。国連の活動ではですね、安倍さん、安倍愛さんがですね、非常に重要な仕事をしてくださいました。人権、国土文化事務所等に提出した資料、それから各国代表部に送りました資料、安倍さんを中心にまとめてくださいました。今回はですね、今日はちょっとお話しすることができないんですが、記者会見の用意、準備、そういったこともですね、安倍さんがやってくださいました。そして、これがですね、海外メディアでどのように報じられたのか、その効果についても、まとめてくださいましたので、安倍さんの方から説明お願いしたいと思います。お願いします。沖縄からは琉球新報さんであるとか沖縄タイム
さんなど沖縄 の警備局の方がたくさん取材に来てくださいました。そして沖縄のメディアだけではなくて全国放送や全国紙も取材に来てくれました。日本のメディアで取材に来ていたのはテレビ局がテレビ朝日、日本テレビ、NHK、QAB、OTB、RTC の7社です。で、新聞その他が朝日新聞、読売新聞、産経新聞、赤旗、朝日新聞出版、毎日新聞、そして琉球新報、沖縄タイムズ、そして IWJ の9社です。これは私たちが把握しているだけですけれども、これだけの数の取材人が来ていました。でこちらご覧になっていただけると思いますが、朝日新聞にもこのように大きく載せられますし、読売新聞でも取り上げられています。じゃあ毎日新聞で取り上げられてないのかというわけではなくて、ちょっと時間の関係上ちょっと抽出してご紹介しています。で、まあその沖縄の問題というのは日本本土のメディアになかなか届きにくいというのが、現状としてあると思うんですけれども、その中で今回は全国規模のマスコミがこのように多く取材して実際に記事を書いてくれた、テレビでも流してくれたということがまず一つ大きな成果かなではないかというふうに思います。さらに海外のメディアもたくさん取材をしてくれました。知事が現地で開いた記者会見などに参加した海外メディアは私たちが把握しているだけでも6社ありました。特にですね、注目したいのがロイターでありますとか AP 通信などのメジャーな通信会社が、取材をしてくれて、その記者が書いた記事が数多くの海外の新聞に配信されたということです。しかも程度の低いって言ったらちょっと両方弊があるかもしれないですけど、大衆紙とかっていうことではなくて、とても影響力の強いいわゆるクオリティペーパーといわれる高級紙に配信されたということが注目すべきことだと思います。でクオリティペーパーとでは何かというと、これはエリート層を読者とする高級紙というふうに、解釈できると思うんですけれども、国際政治、また経済などのニュースの基準が多くて、とても社会的影響力が大きい新聞です。でその一例がこちらにありますニューヨークタイムです。一番上にちっちゃくロゴがありますけど、ニューヨークタイムズにも配信されています。で、このニューヨークタイムズはアメリカの新聞で発行部数はアメリカの中では第3位です。地方紙なんですけれども、その影響力はとても大きいです。次お願いします。で、同じくワシントンポストですね。これも皆さんご存知だと思いますが、ニューヨークタイムズと並んで影響力の強い新聞だというふうに考えています。で、お気づきかと思うんですが、気づきではないかもしれませんが、ニューヨークタイムズとワシントンポストの記事を書いた J.P. キートンさんという方なんですけど、これは AP 通信の記者の方でした。次お願いします。この方です。記者会見とかにも来て熱心に質問してくださっていたんですけども、ここに一つの通信会社が取材をしてくれることで、一つの新聞だけではなくて複数のアメリカのメディアでアメリカの新聞に同じように記事が載るということで、とても効果的に取材をしてくださったなというふうに思います。で、この方みたいにですね、関心を持ってくれている記者にこれから今後情報をもっともっと提供していくことっていうのも大切ではないかなというふうに考えています。あ、すいません、こういう記者会見に来てくださって海外のメディアもですね、これから名刺交換とかもしていますので、こちらからどんどん情報を提供していきたいなと思っています。次がですね、ザ・タイムズ。これはイギリスの保守系の高級紙です。このザ・タイムズは現地の取材ではなくて、小畑知事がジュネーブに出発する前に東京でインタビューをしてこの記事を書いてくださっています。で、日本支局の担当者とやり取りをしているんですけど、とても沖縄に関心を持っていて、すごく共感をしてくださっています。で、今回そのアメリカの新聞だけではなくてヨーロッパの新聞が知事のジュネーブ訪問を取り上げてくれたというのはとても大きな意義があります。というのは、今まで沖縄というのはまず日本国内の問題でした。で、次にまたはですね、日米、日本とアメリカの2国間の、でも今回はジュネーブに行ってそれがヨーロッパの新聞に取り上げられたということで、ヨーロッパという第三者にこの沖縄の問題が伝わったということで、しかも人権問題として伝わったということなので、これをこういう動きを続けていくと、日米両政府は
二国間の問題として切り捨てていくということが難しくなるのではないかと思っています。これはアイリッシュタイムズです。これもアイルランドでヨーロッパの新聞ですね。でこれアイリッシュタイムズは知事が帰国後行った外国人記者クラブでの会見をもとに書いてくださっています。でこの帰国後行った外国人記者クラブでの会見には100人以上のジャーナリストが集まって高い関心を持たれていたことが伺われます。で同じようにこの外国人記者クラブでの会見をもとに書かれたのがこちらの記事で、これはバングラデシュというインドの横にある国の最大の日刊誌であるプロトムアールという新聞です。日本、そしてアメリカ、そしてヨーロッパ、そしてバングラデシュ、今こちらには出してないんですけど中国、そしてインド、本当にたくさんの国々にこの声が伝わったということが本当に大きな影響があったということを物語っていると思います。でちなみにこのプロトムアールという新聞の日本の支局長さんは日本支局長さんはモンズルール・ハクさんという方で、沖縄に強い関心を持っていらっしゃって、今回報告会のためにメッセージを寄せてくださっています。ちょっと短い奥のなんか見にくいんですけど奥の男性です。眉毛も太い感じで、この方がちょっとメッセージをくださっているので簡単に読みます。第二次大戦の終わりから沖縄の人々が多くの問題に立ち向かう姿に日本のニュースを海外に届けている私、我々はとても感銘を受けてきました。しかし沖縄についてのメディアの立ち位置は必ずしも全面的にこのような見解であるわけではありません。日本国内でもそうであるように国際的にも在日米軍の存在についてはさまざまな見解があります。例えばFOX ニュースのようなアメリカの保守的なメディアが沖縄の置かれた状況について不正義だと訴えることは考えられません。彼らはむしろ沖縄の主張を日米同盟強化を望まれる人たちによるプロパガンダや詐欺のように見せようとするでしょう。しかし海外メディアの大多数はこの問題を客観的な立ち位置から考えようとしていますし、沖縄の声がアメリカ政府からも日本政府からも完全に無視されているということについて非常に憂慮すべきことだと考えています。だからこそ知事がジュネーブに行き人権理事会において沖縄の人々の権利侵害を訴えたことに海外メディアの多くは注目を寄せたのです。日本のいわゆる安全保障上の利益のために沖縄の人々の権利を無視し続ける限り我々は沖縄の声に耳を傾け続けるでしょうというメッセージを今日のためにいただきました。ハクさんが外国人特派員協会、あ、そうですね、このモズルールさんというのは外国人特派員協会の元会頭で外国人メディアの中がかなり影響力がある方なんですね。まあ、そのさっき見てたのをご紹介できるジェイミーさんであるとか、モズルールハクさんであるとか沖縄の問題に興味関心を持ってくださっている方にこのように継続的に情報を私たちの方から出していくということが非常に大事ではないかなと思います。新聞に取り上げられた、1回触れられた、または新聞広告を1回出しましたということで1回で終わってはやっぱり効果が薄いので、今回たくさんの記者が取材をしてくれましたので逆に今度は私たちが情報を記者の方に出して継続的に興味関心を持ってもらい沖縄の声を伝えてもらうというそういう仕組みを継続的に作っていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。私の方から今後の展望について主にですねお話ししたいと思います。その上にですね今回おとついぐらいでしたかね、アメリカの議会において、領域協議会の方でですね、辺野古唯一の解決策という文言が削除されたという記事が載っていました。これはですね、もちろん、この削除を働きかけたのは、今年の5月、6月の知事をはじめとする議員の多くの方々が応援したですね、さまざまな取り組み。そこですね、削除してほしいという、実際ですね、具体的に今述べられたというふうな話を聞いています。そしてですね、アンケートは取り消しなかったんですが、今回は知事は取り消しを表明して、国連の方で、さらに取り消しをするというですね、ことを明言しています。
このことが前提にですね、アメリカの議会はこの唯一の解決策を、かけなかったのではないか。これがですね、まあ、最終的な決定ではありません。アメリカのですね、議会の意思を表明するだけだという、解説もありました。そういうことではありますが、少しずつ、アメリカの政治の決定の場合に、そして日本の政治の決定の場合にも影響力を及ぼし始めている。そういったことをですね、私たちは認識し、まあ、今後もですね、盾にしていけばよろしいのではないかなというふうに思います。吉川さん、これ、何か話するとかいいですか。この分野ですね、引き続きですね、この11月の訪米も非常に重要な取り組みになりますので、後でですね、田中さんの方から少しだけご説明いただければと思います。そしてですね、国連部隊ですね、これ今後の取り組みはですね、先ほどからいろいろ話が出たんですが、その高等弁務官事務所の職員の方々と密接な連携を取りつつですね、情報の提供を行い、さらに特別報告者の公式訪問を要請していくということですね。これを他分野の人権の方々同時にですね、行うことによって、さらに沖縄の現状を見ていったということを考えて、実際に取り組んでい、こうと思っています。それから国連ではですね、さらに、正式な手続きとして、特別委員会あるいは、委員会というものを設けてですね、さらに人権に近いの重要事項としていくという手続きもあると聞いています。可能な限りできることをですね、さまざまな国連人権 NGO との共同関係協力関係のもとにですね、できる限りのことをやっていきたいと考えています。そしてですね、先ほどのその反論声明、第4の声明があったんじゃないかというお話もありましたが、その分含めまして報告書の作成を急いでやっていきたいと思います。この1、2ヶ月の仕事はですね、今日のお話も含めましてですね、報告書の作成ということを、第一のお仕事としてですね、やっていくつもりです。で、最低でもですね、ホームページには載せようと思いますが、もう予算が切れてしまいました。それでですね、冊子を作るお金がもうない状況なんですよね。で、非常に困っているんですが、いろんなことを考えながらですね、資金を調達し、そしてですね、あるいは売り出すというか、要するに書籍として販売する、そういったことを考えながらですね、報告書の作成をし、で皆さんのお手元に、あるいはホームページを見れば情報が入手できるというような形に、したいと思います。そしてですね、重要な点なんですが、島国会議は会員制でですね、会員そのものが基盤です。で、ぜひ、今日会員になってまだなっていない方はですね、会員になっていただきたい。辺野古基金がもちろんあるということはあるんですが、これはですね、自律的な組織を前提としています。辺野古基金だけを当てにして、これが活動資金の全部ですというような団体はですね、辺野古基金にそのお金をくださいって要求することもできないんですよね。原則そういうことで、島国会議、基金をだけを当てにしている団体では決してありません。自分たちでですね、自分たちの会員のもとにですね、自分たちのお金でやっていくというのが基本原則なんですよね。ですから、ぜひ、会員になっていただきたいということでお願いいたします。そしてもう一点ですね、実はリマさんが国際社会に華々しくデビューしたんですが、もう引退します。正式な引退ではないんですが、在下のですね、職員として、職員じゃない、海外協力隊、在下の海外青年協力隊員として、今度はですね、コロンビアに行きます。ですから島国会議を一時期離れることになるわけですよね。で、ちょっと仕事ができなくなります。今回の仕事もこの9ヶ月にわたってですね、リマさんが中心になって、もうありとあらゆる仕事をしてくださいました。これはですね、英語で、先方のさまざまなところと調整する、それからメディアと調整する、県庁と調整する、県庁とは日本語ですが、まあ、そういったことと、それから実際に4月にはロビーイングで、一生懸命ですね、もう拙い英語で、私と2人で、拙い英語をお互いにですね、怯えない合いながら、いろいろ説明をしてきました。こういうことでですね、このリマさんの次の方ですね、
池野さんの仕事をしてくれる方をですね、募集しています。申し訳ない、探す、自分たちで探すことができなくてですね、非常に困っています。おそらくですね、募集できなくて人が来なかったら、この仕事はもう終わりです。継続してできなくなります。非常に危機的な状況です。ですからですね、前後左右、後ろも前も探しながらですね、ぜひそういう人ができそうな人がいたら、足場組み会議の方ですね、今日のページの方の一番前のページに電話番号書いてあります。そこに電話をかけてですね、いい方がいる。それで、この方を推薦しますでもいいですし、それから本人にですね、電話をかけさせて、こちらにですね、面接を受けに来なさいということでですね、ぜひ実践多戦でいろいろな方法を通してですね、人を探してください。非常に困っています。これがですね、もし見つからなければ本当にあの仕事が停滞して、しまう。これはですね、すごいもう本当に多くな仕事の量で、無償の安倍さんなんか無償のボランティア、ここに前田さんもいるんですが、無償のボランティアでお金を一銭ももらわずに、ですね、こんな膨大な仕事をですね、やってくださっているんですよね。こういった、無償のボランティア、それから徳森さんは、まあ、優勝ではあるんですが、本当に中心になっていろいろ手配をし、準備をしてくださいました。私の方は、まあ、大学の教員が本職でありまして、まあ、学術的な貢献、特に立憲主義の問題で貢献しているという立場ですので、さまざまな仕事をですね、24時間フルに活動していくわけにはいきません。それでですね、ぜひ、先住のような形で、この仕事をやってくれる方が必要になります。ぜひですね、私は思う人はぜひ、残ってですね、私の方に聞いてください。ですね、これいいかな。あと何か言いたいこととかあります？その方、今のね、運営上大変し、予算の関係で緊急発言1分ぐらい許してもらえませんか。内容はね、今こんな素晴らしい活動をしていながら予算がもう足りなくて今後どうなるかという心配もして、会員の方々の、まあ、限られた会員では大変厳しいという時にはね、随時にカンパも呼びかけたらどうですか。島国県民会議のね、辺野古へのバス、最初の頃は徳森さんがバスの中でもバス の, なんか、ね、契約金も難しいということでカンパも割と快くみんな引き受けていますので、なんか会合の随時にねカンパを呼びかけることも考えたらどうやったか、はい、ありがとうございます。非常にいい提案で、今回ですね、本当はカンパの呼びかけもしようと思ったんですが、カンパを呼びかけるためにはですね、きちんとですね、これだけお金がかかっていますという報告をしなければいけないと思いまして、でこれがちょっと今まとまってない状況ですね、皆さんちょっとお伝えすることができなくて、カンパの呼びかけをちょっと遠慮させていただきましたが、可能な限りですね、次回からカンパを広く呼びかけると同時に、やはり会員もですね、なっていただくということ、非常によし、素晴らしい提言でしたので、ぜひ我々の方で実現させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。皆さん、今日で、多分公の場に出てくるのは最後かもしれませんが、皆さん、ぜひ戻ってくると思います。拍手をですね、皆さんの最後のところは。ぜひですね、夢とかいいことを話すわけではなくて、お金のことを話したいと思って、お金を奪い取ったしたいなんですけど、本当に私はですね、この1年前に大学院を卒業して9月に沖縄に帰ってきてから、本当にさまざまな経験をさせていただいて、アメリカにも行きましたし、国連も2回行きましたし、日々も辺野古のバスとかでも本当にたくさんの方とお話できて、よくいろんな人にいろんな貴重な経験をしてるねっておっしゃっていただけるんですが、本当沖縄のおかげで私は育てていただいているんだなということを日々感じていまして、まずありがとうございます。そしてですね、ここで伝えたかったのは、私はこの1年間を通してやっぱり辺野古の問題に関心のある若者をたくさん見てきたんですね。そしてとても将来有望で、もう本当に優秀な子たちなんです。でただ、それをですね、将来につなげることはできないと。市民運動というのは先がやはりこう分からない部分がとても大きくて、私も、まあ、もう海外協力隊に行くことは大学院を卒業した時から決まっていたことでしたので、なんとか沖縄に残れるようにエクステンドしながらずっとこの活動を続けてきたんですけれども、それをもってしてもやっぱりこの自分がやってきた仕事はもう本当に誇れる楽しい仕事、素晴らしい仕事だと思うんですが、これを職場として私の後輩たちに
お勧めすることは難しいのが現実だなと思っているんですね。それはいや、もうで笑い事ではないんですよ。皆さんに今日お願いしたいのはですね、お金を集めることもそうなんですけど、やはり本気で戦うんだったら組織作りをやらないといけないということをですね、人を大切にすること、人を育てることというのをですね、若い世代からとしては皆さんで今日は見ていただきたい。私一人のなんか別に賃金の関係で私離れるわけでは全然ないですよ。本当にそうですよ。戻ってきたい気持ちもあって、いろいろ考えて決めた選択なんですけれども、やはり自分がここを離れるときにも若い世代にももっと関わってほしいというのもあるんですけど、そのためにはお金はとても必要なものだと思います。それで潤うわけじゃなくていいんですよ。ただ続けていけるようにする最低限の基盤って、本当にそれすらも今危ういと思うんですね。なんでお金の流れがこんなに悪いのか、なんで若い人たちが引きつかれない、引きつけてもらえない仕組みになっているのか、そこを今一度ですね、どこを叩けばいいのか私からは分からないんですけれども、皆さんこれちゃんとこの運動をですね、沖縄の運動として作っていくには、つなげていくには人を育てる、守る仕組み作りが必要なんだということをどんどん発していただきたいなと。私は本当に若い子たちがせっかくここまで辺野古に関心を持ってくれてるのに、みんなこのことに関わるなら記者になるしかないとか教員になるしかないとか、そういったなんか県庁に行くとか、なんかそういうのを見ててとっても悲しいんですよね。とても面白い仕事だと思ってたので、どうかこれをですね、仕事としてというのは難しいかもしれないですけど、やはり何らかの形で関われるように作れる仕組み作りが沖縄の課題なんじゃないかなと私はこの1年通して思ってきましたので、どうか一緒に発信していただけるようによろしくお願いします。クッキーや国会に伝えたい言葉でした。私の方も十分反省してですね、実際取り組んでいきたいと思います。ではですね、長い時間、本当にかかってしまいましたが、ちょっと時間もオーバーしてしまいましたが、私のですね、モデレーターとしてのちょっとフィギュアがあり、すみませんでした。本当にですね、安倍さん、そして吉田さん、それから徳森さん、それから、コンピューターの前に真矢さん、今回はですね、中心そして佐藤さんもですね、国連部隊の方で、頑張ってございました。本当に、ありがとうございます。皆さんに、拍手をお願いしたいと思います。それで報告会は、終わりたいと思います。では司会の方にマイクを渡したいと思います。はい、島組会議の国連部会の皆様の活動、皆さんいかがでしたでしょうか。取り組みの成果でございます。それでは閉会の挨拶を、高里鈴代共同代表、そしてまた来月にはアメリカ対策部会が動き始めますので、その取り組みも含めてですね、よろしくお願いいたします。7月に結成されましてから、早速動いたのが辺野古に向かっての島国バスなんですね。現在もずっと続いていて、実はもう緊急に最後の挨拶の中でも呼びかけたいと思いますけれども、ゲート前の特に朝の集まるということがとても今大事で、特に、知事がですね、9月14日に埋め立て承認取り消しを発表いたしましたけれども、今防衛省との施設局との関係でですね、10月7日ということになって、じゃあ10月8日は本当に止まるのかったら、そうではなく政府はさらに強く強行してくると思います。それで実は島ぐるみのそのゲート前では、この10月、7、8、8、9、10とですね、もう最大集まっていただいて、朝の工事用車両の入るものを阻止するという行動に、もう本当に沖縄中から結集していただきたいと、今呼びかけている最中で、各地域の島ぐるみの方々にも呼びかけております。それで地域の島ぐるみでも、そういう計画もすでに練っているところもあると思いますので、ぜひそれは
覚えていただきたいと思います。島ぐるみのその具体的な行動と、そして今日は国連部会の報告をし、本当に知事が国連の場で、国際社会の中で明確に辺野古建設についての脳を発表し、そしてあらゆる手段を通してそれをしていくのだという決意を表明したということなんですね。でそれに対してすかさず政府が出したもう本当に皮肉な対応というのがあるわけですから、その中に今私たちはおります。それで、11月に今度はアメリカに行くアメリカの市民、アメリカの上下院議員、あるいはアメリカの人々に、あるいはシンクタンクに、今何を言うのかというと、これまでも何度もアメリカに出かけていますね、歴代の知事たちも言っています。でも明確に今島ぐるみとしてアメリカに行って何を伝えるのか、何が目的かというと、知事が明確に示した取り消しということを知事はこのように決めているのです、このように行使するのですということを明確に伝えに行くという、あるいはそのことを伝えに行くというのが今回のアメリカ行動の目的です。と言いますのも、5月に確かにいらっしゃいましたが、明確にマッケンさんなどはもう即知事と会った直後にですね、そうは言っても日米で協議したものなんだ、承認を得ているんだというようなことで返しています。ですから今国連での知事の発言を本当に支えるということ、それを受けて今度アメリカに対しては出かけていく。そしてですね、具体的に、予定としては11月15日から22日までの8日間を予定をしています。それで60人ということにしているんですが、今各地域の中部、北部、南部の島ぐるみから30人とかですね、あるいは県議会議員、地方議員も含めた中から15人とか、あるいは市民、いろいろと団体がありますから、そこから、それから経済界の方たちから何人というふうにして、おおよそ枠組みを作って、今、参加できる方を選んでいただいているところです。で今回は目的を2つに、1つなんですけれども、行き方を2つに分けまして、サンフランシスコとニューヨークに3日ずつそれぞれいまして、30人ずつですね。そして最終的にワシントンに、その60人が結集をするというふうにしています。なぜサンフランシスコかというと、つい9月15日に、バークレーという市議会が沖縄の市民を支える決議というのを出しました。そして何を支えるのかというと、これはもうずっと20年来のですね、ずっとサンフランシスコの人々との連携つながりがあった中、あるいは呪文裁判をまたそちらで支えるという、そういう関係が築かれていた中でのこのバークレーの決議なんですが、明確に出しているのは、沖縄の県民がこのように反対している状況の中で、アメリカも当事者であるから国防総省はですね、このことについて検証すべきだ、それから上下議会で公聴会を開催すべきで、開催すべきです、それから公聴会を開催してその出されている案を辺野古が最適の場所であるというような、今県はそうじゃないと言っているわけですけれども、そのようなことも検証するようにという提起をですね、そのバークレー市議会から連邦議会に対して出しているわけです。そしてそのようなことが検証ができるまでは工事をストップすべきですということまで含めたバークレー市議会の決議が今決議されたんです。そしてその決議の中身を、決議文をカリフォルニア選出のアメリカの上下院の方々にみんなコピーを送って、このようなことがバークレー市議会で決議されたということをその上下院議員の方々にも知ってもらうように、それから国防総長、国務長官、国防長官、オバマ大統領にもこの決議文を送るように、
それから支援を出してくれた方々にも送るように、そういう決議が出されているんですね。それでサンフランシスコも現にそのように決議を出してくれたバークレーシーカーを訪ねたりしながら、また環境問題のところを訪ねます。ニューヨークでも人権環境の問題を訪ねます。そして今具体的に今詰めているところで、どの団体ということはこれから決まっていくんですが、そのようにして行動をしていきたいと思っているところです。あ、変化そうですね。そうです、それで先ほどもありましたけれども、財政的なこともありますので、またご協力もお願いして、今日の会をこれで閉じたいと思います。ありがとうございます。島国会議では、会議はですね、実は今月私たちの予算が引き上がりまして、全くゼロにこの10月になりますので、辺野古基金にもお願いしなければならないわけでして、11月の来月の訪米についてはですね、ぜひ皆様方の本当に温かいカンパもいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い、重ねてお願いしたいと思います。そして、最後になりましたけれども、この場を借りてですね、1996年から20年間この会社にも来ておりますけれども、国連で沖縄の問題をずっと自己決定権を訴えてきた AIPR 琉球湖の先住民族会と、そして今回私たちに国連協議資格の発言権を与えてくださった市民外交センターの取り組みがあったからこそ、私たちの島国会議のこの1年の取り組みができたことをこの場を借りして感謝をしたいと思います。私たちは島ぐるみ会議として国連協議資格を取ってですね、しっかりと国連活動を今後してまいりますので、また皆様方のご支援をどうぞ重ねてよろしくお願い申し上げまして、本日のこの国連活動を開催させていただきます。本日はありがとうございました。